ありがとうございます。なんで笑ってるんですか。いやいや笑われた。いいの下田さん。いいよ。よっ。あ、いいんだよね。よし。どこからか呼んでいる虫のように集まった退屈な沈黙は今に始まったことじゃない。と真っ先に口を開く君の重さを焼き込んで、姿がないのにもう一度お別れするたび舌をかむ。愛していたんじゃない、信じていたんでもない、気にしていたわけじゃない、逃げ出したいわけじゃない。どこからか借りてきた猫のようにおとなしく、退屈な沈黙は今に始まったことじゃない。真っ先に口を開く君の重さを抱き込んで、姿がないのにもう一度お別れするたび舌をかむ。愛していたんじゃない、信じていたんでもない、気にしていたわけじゃない、逃げ出したいわけじゃない。どこからか呼んでいる虫のように集まった退屈な沈黙は今に始まったことじゃない。真っ先に口を開く君の重さを抱き込んで、姿がないのにもう一度お別れするたび舌をかむ。ですかね、その辺にあの業務連絡なんですけど、こう10センチぐらいの白いプラスチック落ちてないですかね。それは何かと尋ねたら、道夫さんのギターのブリッジなんですよね。え、それ落ちてない。ポッキーぐらいのやつ。
白いポッキーみたいな長さは6、7センチくらい、ね、おあった素晴らしい素晴らしい すごい言ってみるもんですね。ありがとうございます。俺昔コンタクトレンズライブでピシッと言ってピシッと戻してお客さんがそこそこってソフトでしょ MGQ ですよ。あ、本当に、うん、また入れたの拾ってかなり時間経ったんで舐めたから舐めてそれ以来の奇跡ですね。ああ